ジェネシスは中大規模企業向けのカスタマーエクスペリエンス及びコンタクトセンターソリューションのリーディングプロバイダーである。ジェネシスは1990年に創設され、現在カリフォルニア州のデイリーシティに本社を構えている。カナダ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東アフリカ、アジア、オーストラリアに拠点がある。ジェネシスは1990年10月にグレゴリー、 シェンクマンとアレック・ミラスロブスキーによって設立された。1997年6月に会社の株式公開を完了し、g ティの株式銘柄コードの下、ナスダックの株式市場に上場した。そして1999年の後半にアルコテル・ルーセントがジェネシスを1.5ドルビリオンで買収した。2012年2月、アルコテル・ルーセントの傘下にあったジェネシスは、 ペルミラと t c v から出資を受け、独立企業となった。ジェネシスは、クラウドベース、オンプレミス両方の CX 及び、コンタクトセンター向けソフトウェアを取り扱う。2007年10月、ポール・セグレイが CEO に就任。2014年現在、ジェネシス社は740ドルミリオンの年間収益を確保している。1997年12月、 e メール管理ソフトウェアの開発を手掛けたホルテソフトウェア、インクを買収。さらに、1999年6月、ワークフォースマネジメントのソフトウェアを開発したネクストエイジテクノロジーズを買収した。ジェニシスは2001年、IBM のコンピューターテレフォニーソフトウェア、コールパスを買収した。翌年の2002年には、タレラと提携し、 音声ポータルと自動音声応答装置を実装。2006年に GMK とボイ i ジャニ o を買収した結果、ジェネシスの IVR システムは優れた機能性を備え、市場プレゼンスが大幅に向上した。2007年12月、ジェネシスは顧客サービス向けのパフォーマンス管理ソフトウェアの開発会社であるインファーミアムを買収した。2008年にはさらに、 カンセローズ及びストソフトウェアデベロップメント、エンジニアリングといった2つの会社を買収している。カンセローズはジェネシス社の参加に入って、以降、大規模なタスク管理ソフトウェアを開発し、ストアホスティング管理ソフトウェアを開発した。同年、IVR システムを手掛けるブラジルの LM システマも買収している。2013年には5つの会社を買収。詳細は以下の通りである。 2013年の初めには、音声分析とワークフォース最適化システムを扱う、ユトッピーを買収。続いて、クラウドベースの IVR 及びコンタクトセンター、ソフトウェア開発会社のエンジェルを買収。続いて、同年5月、クラウドベースの問い合わせ受付や課金、モバイルマーケティング、顧客サービスを扱う、ソフトウェア開発会社のサウントバイトコミュニケーションズを100億円で買収。 10月には、クラウドベースのコンタクトセンターソフトウェア開発会社のエコパスを買収。2ヶ月後の12月、ワークフォース最適化ソフトウェア会社のフォーラン、テクノロジアを買収し、ブラジルやラテンアメリカまで事業を拡大した。2014年に入るとすぐに、ジェネシスは、クラウドベースのマルチチャネル対応顧客コミュニケーション、インタラクションソフトウェアのプロバイダーであるカナダのパートナー企業、 ベントリラクイストボイスソリューションズを買収した。さらには、ソーシャルカスタマーケア及び分析プラットフォームを扱うセレリットを買収。同年5月、自動メッセージソリューションを提供するオベム、ソリューションズ社も買収している。ありがとうございます。